キリン川島明、ラビット、生放送中に母の死を知った、頭が回らへん状況でも感想。お笑いコンビキリンの川島明が27日、NHK ファミリーヒストリーに出演し、TBSK ラビットの本番中に母悦子さんの死去を知ったことを告白した。川島は昨年3月末からスタートしたラビットで MC を担当。 悦子さんは、の頃から体調を崩して入退院を繰り返すようになった。入院中は、川島の出演しているテレビを見るのを楽しみにしていたという。しかし、昨年11月23日未明に悦子さんの容態が悪化。医師は家族に、ここからは回復することはないです、と告げた。川島の兄修一さんはテレビをつけて悦子さんに、ラビットを見せたという。川島は悦子さんの容態を聞いていたが、ラビット、 生放送をしっかりとやり遂げた。悦子さんは放送中の午前9時7分に亡くなった。